はい、じゃあ頼まれたら四角4番いきますね。 K は K 大なり0を満たす定数とすると XY 平面上に N、C、X2 乗足す Y2 乗引く 4X 引く 4Y 足す4イコール0、これは後で平方完成してください。で直線 L、KX 引く Y 足す2イコール0、ね、があると。1番 C の中心の座標と半径を求めようと。2番 L が C によって切り取られる線分の長さが5分の6ルート10となるとき K の値を求めようと。3K が2で求めた値のとき、連立不等式 X2 乗足す Y2 乗引く 4X 引く 4Y 足す4小なりイコール0かつ KX 引く Y 足す2大なりイコール0とによって表される領域を D とすると、点 XY が D 乗動くときに X2 乗足す Y2 乗の取り得る値の範囲を求めなさいと。はい、じゃあ10秒ほどしていきましょう。はい、できます。まず、C を平方完成してください。じゃあ、X 引く2の2乗足す Y 引く2の2乗イコール4になります。ということは、中心が2、2、半径が2ですね。はい、で、2番。図的にこうなりますね。C の円がこうなって、半径2ね。で、L ね。がこうなると。で、ここの、切ってるこの長さが、切り取られる長さが5分の6ルート10っていうんだから、円の、まあ、点 A としましょう。2、2がね、この円の中心。で、ぶつかってる交点の PQ としましょう。で、A から垂線を下ろしたこの H。これが AHP、もしくは AHQ が直角三角形になりますよね。垂線を下ろしたら。ただこれ2と、これとこれ二等辺三角形で等しいから。ですね。で、これ半径はもう、2って分かってると。じゃあこの直角三角形においてさっきこれ5分の6ルート10だったからその半分の5分の3ルート10ね PH は。じゃあこれで直角三角形でいきましょう。じゃあ AH イコール AP2 乗引く PH2 乗ね。ということで5ルート2、あ5分の2になります。 AH2 乗がね、まあつまり AH はルート5分の2なんですけども、あと AH っていうのは点と直線の距離で、表せますね。はい。じゃあ、それでいきましょう。点と直線の距離の公式で。ルート、K2 乗、だから、言い忘れたけど、L ってのは KX 引く Y 足す2イコール0ね。ですかね。で、2、2との距離だから、じゃあ、ル、A1 はルート、K2 乗足すマイナス1の2乗、分の絶対値ね。K かける2引く2足す2と。これで、ルート、K2 乗足す1分の 2K になります。そしたら、こいつと、これの2乗が等しくなるので、じゃあ、これ2乗。K2 乗足す1分の 4K2 乗イコール5分の2と。はい。じゃあ、これを解きましょう。じゃあ、これより、これより、いきます。はい。じゃあ、K を出してください。K がマイナス3分の1と3分の1出ますけども、K 大なり0だから、K は3分の1ね。はい。じゃあ、3番。K イコール3分の1を、L に代入すると、こうなりましたと。これをこれに代入してください。今から交点出します。そしたら、x が0と5分の18。5分の18。ということは、x の値をこれに代入して、交点は0、2、5分の18、5分の16となります。じゃあ、これをちょっと図で表すと、こうですね。こう、円の内部かつ、この直線の以下ね。だから、斜線部分。領域の D は斜線部分か、ただし、境界線を含むと、ここね。で、ここの交点が、ここは5分の18、5分の16と、ここ何べたっけ、交点が、あれ何べたっけ、0、2ね。ここ0、2ね。ここ0、2です。ん？あ、違う、ここは0、2か。あ、ごめんね。ここじゃねえよ。ここが5分の18、5分の16か。で、これ0、2ね。で、ここで y イコール x に、あ、じゃあ、x2 乗足す y2 乗が t としましょう。まあ、つまり、半径の2乗ね。ということは、0、0を中心に、こう円を書いていくと。いったときに、ここの斜線部分にかすかに当たる範囲。だから、最小値はどう見ても、こう、e、点 E を通るときですね。で、最大値は f を通るときなのか、もしくは、これ、5分の18、5分の16を通るときなのかだけね。じゃあいきます。この t の最大値、だからルート t の最大値。あ、ルート t というか、t の最大値ね。と、最小値を考えます。じゃあ、x 引く2の2乗足す y 引く2の2乗イコール4と、y イコール x。y イコール x ってこれね。
これをちょっと連立して、ここの交点を今から出していきます。あ、こことここの交点をね。そしたら、近い方を E、遠い方を F とすると、E は2引くルート2、2引くルート2と、F は2足すルート2、2足すルート2となります。つまり、ここの E が、近いのが E、遠いのが F とすると、この E が2引くルート2、2引くルート2ね。座標がね、これね。見えないかな。ここは2引くルート2、2足すルート2。あ、ごめんなさい。2引くルート2、2引くルート2。で、ここは2足すルート2、2足すルート2になります。はい。で、点 F は D に含まれてないので、なぜかというと、2足すルート2、Y 座標のこれとこれ比べたら、これからこれ引いたら0、0より大きくなる。つまり、この Y 座標とこの Y 座標を比べたら、こっちの Y 座標の方が大きくなると。ので、点 D に含まれてないと。で、じゃあ行きます。X2 乗足す Y2 乗がまず最小となるのは、今の2引くルート2、点 E ね。2足す、2引くルート2の座標を取るとき。じゃあ12引く8ルート2。で、X2 乗足す Y2 乗が最大となるのは、ここですね。ここの、だから、こう円を書いたときに、5分の18、5分の16を通ったときね。ここではなくて、ここね。はい。じゃあ、代入したら、5分の116になります。じゃあ回答は12引く8ルート2小なりイコール X2 乗足す Y2 乗小なりイコール5分の116ここまで。はい、以上になります。